はい、こんにちは。ディビジョン第6回目かな。今回はですね、防衛塔をオンラインにするためにね、そのミッションをやろうと思うんですけれども、左下にね、サーバー終了まで39分40秒、40秒って出てるんですね。なんかメンテがあるみたいなんで、急ぎます。急いでね、30分以内に終わらせて、ログアウトしたい。で、位置は、これ。このトンネルは外の世界から食料、急ぎます。武器を手に入れる重要な供給線。でもボートたちが爆発物を使って隔離エリアを脱出しようとしている。JTF の守備隊が最善を尽くしてはいるが、押され気味だ。もしボートが水門を爆破すれば、トンネルは水に沈み、供給線はただれ、多くの命が失われる。ベニテスが戦闘のただ中にいると情報を得た。現地を制圧し、ベニテスを基地に連れ戻す必要がある。ということらしいです。いや、当たってないですよ。マークした敵本拠地を探知。ああ、敵がいるな、めんどくさい。奴らを始末しろ。身の程知らずね。あ、間違えて乗っちゃった。なんてアグレッシブなやつだ。しょうがないね。とりあえずこれ終わらせましょう。おお。また飛んじゃった。間違って丸をしてるな。うわー、スナイパーと連携してる。やばいな。おお、死ぬ。もしかしてここで追い返されるようではっていうやつ。しょうがない、使おう。敵本部を無くか、JTF に通知しました。オッケー。こんなところで道草を食っている場合ではない。急いでミッションをね、終わらせなきゃいけないから、急げ急げ。 M1911、 はい、装備します。これも装備します。いいね。なんか敵がいたな今。でも今忙しいからスルーです。なんかお前装備弱いぞってシステムに煽られてるんだけど。こちらベニテス隊長。そんなことを言われてもね。検問所に大至急応援を求む。クソ野郎どもが壁をぶち壊しに来た。これしかないんだ。レベル1のアーマー。それは確かに弱いわ。でここだね。あ、なんか人が結構入ってきてる。まあいいや。入ってきては抜けてってる。ほい。セントリーガン、頑張れ。あ、弱い。威力は大したことないんだな、セントリーガン。オッケー。熱っ、すごい熱そう。グラフィックはね、PC 版に比べると相当落ちるみたいなんだけど、なんか個人的には結構好きな感じだな。
よし、ちゃちゃっと。うわ、上にいるのめんどくさい。あれ、しかもスナイパーか。どこだ、いた。顔を出してください。注意、新たなエージェントが部隊に加入。新たなエージェントが部隊に加入。やばいな。あれ、なんでだろう、今まで全然入ってこなかったのに。あれ、燃えるかな。平然としてるよ、燃えてるのに。すごいな。何があるのかな。カバン、カバン、あれ、あ、これか。隊長、ヒアタラはトンネルに向かっています。日当たり次第撃ちながら。うわー、すごいすごいすごい。まるでイナゴの大群だな。ボート半端ないな。後ろにいるのか。ほっ、うわ、敵いる。ちょ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 、この距離で。あ、これ拾っとこう。小型レーザーポインター。ちょっと狙いづらい。お、痛い。お前か。OK。待って、まだ片付けてないんだ。これ本当に終わるかな。怪しくなってきた。いや、当たらないな。ちょっと食らいすぎた。多分向こうから味方が援護してくれてるんだけど、全く意味ないね。あ、やっぱり人入ってきてるな。なんでだろう。まあ、せっかくだから一緒に遊ぼう。ん、どこ行った。いつの間にそんなところに。あれ、隊長、こちらフェイラウ。私たちディビジョンエージェントが防衛線を狙う敵を排除した。必要な支援ができるようあなたを私たちの無線に組み込む。そいつはいい知らせだが、悪い知らせもたっぷりある。突破した奴らがトンネルの水門に爆薬を設置している。地獄に行こうが洪水を起こそうが、とにかく脱出する気だ。爆弾が爆発すればどっちになるかは分かるだろう。ボートも必死だな。あれ、敵か。やばいやばい、画面にサーバー終了までってついに出た。
かなか死んでくれない。OK。いいか、爆弾の処理に部下を送る。援護を頼む。爆弾の解除中、JTF を守る。わかりました。ライカーズに注意して、私はこれを解除する。はい。こっち？どっちから来るんだ？こっちだよね、多分。帝国、敵が接近中。こっちでしょ。トンネルを守るじゃない、 JTF を守る。この人もいるし、多分こっちだよ。違ったらどうしよう。あの通路から来たらあの人はもうダメだね、おしまいだね。撃ってる。あ、いるいるいる。ダメージを受けている。え、どういうこと。どっから撃たれてるんだろう。あ、向こうからも応援が、プレイヤーの応援が来てる。食らってんのこれ。よし。通知、敵の増援が接近中。増援。すごい飛び降りてきてる。はい。あー、セントリーガンかっこいいな。逃げていくんだけど、敵が。よしよし。うわー、これやばいでしょ。失敗してるじゃん。なんだろう、やっぱり横の通路からも敵が来たのかな。いいか、爆弾の処理に部下を送る。援護を頼む。オッケー。じゃあちょっとこっち側で私は守りますよ。帝国、敵が接近中。いいね。あ、壊された。よくも。あ、壊れてなかった。やっぱりちょっとなんかリコイルが独特なのが辛いな。あ、ここの弾薬だと弾しか補充されないんだね。作戦騎士のあの補充は
治療キットごと補充してくれるみたいなんだけど。すさまじい横ぶれ。緑。お、痛い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 。横から撃たれた。なんか味方がいると気が大きくなってカバーアクションしなくなるな。多分良くないなこれ。お、あぶねえ。危なかったっていうか、こっちのね状況はねまだね継続中なんですよ。サーバー終了まで23分。はい、誰ですかあなた。ああ、爆発物処理班の人か。なんか映ってるな。これか。ここは？お、あーでもこれはいらないかな。ロイ・ベニテス。何が残ってる？いた。誰か知らないが会えて嬉しいぜ。今はあんたを頼りにしたい。なぜなら大仕事が待っているからな。よく聞け。いい知らせと悪い知らせがある。ディビジョンエージェントの応援を確保したが、外の連中は絶対に。おお、おおおお、来てる来てる来てる。なるほどね、確かに。結構飛んでくな。あー、これダメだ。顔出せないやつだ。すごい撃ってくる。どうしようか。どっか別のところに移動したい。あ、同じこと考え、あー大丈夫かな。これは当たらんな。手榴弾ほい、飛べ。全然当たんなかった。黄色いやつが普通に出てくるんだな。あ、いた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 。もう一発手榴弾。避けやがった。お、ナイス。どこ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 。上？
ッケー。蘇生できるんだね。あー、これは装備。痛い、撃たれた。バリアが剥がれてしまえばお前なんか。うお、痛い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 。ダメだ。一人やった。そっちもクリアかな。うお、なんかすんごいの食らったぞ。サーバー終了までって表示が出なくなっちゃったな。あのピカーンって光るのはスナイパーなんだね。怖い怖い。 OK。 あ、味方撃っちゃった、ごめんなさい。よし、前進。あれもスナイパーか。エージェント、お友達がこの先にスナイパーを配置してる。リスポーン不能エリア。死んだら終わりってことかな。うわー、こっち早まったかも。頼りになるな。おお、うわーって言いながら突っ込んでくるこいつらがマジで怖い。これ拾うのは後かな。また来たぞ。やべやべ、多すぎ。敵の数すごいな。これあれかな、人がいるから。どうやってそっち行った。協力プレイをしてるからこうなってるのかな。であいつか。ボスがスナイパーなの？あの火炎放射野郎のことを考えると、ものすごい威力の弾を撃ってきそうだな。どこどこどこ。そっちか。
これ助けらんないの。そんな立ってたら死んじゃうよ。警告、部隊のエージェントが今すぐ助けを必要としています。やばい、すごいこれ。味方が次々に死んでいくんだけど。警告、エージェントが部隊を離れました。やばい、アサルトライフルの弾がもうない。弾切れ、やばいな。サブマシンガンじゃちょっと心もとないぞ。近づくしかない。なんか弾当たった時のダメージが出てないんだけど大丈夫かなこれ。あ、減ってるね、大丈夫だ。取り巻きからやってしまおう。よし、バリア剥がしたよ。よし、あとは本人だけだ。制圧、制圧って何？近づいていい？いい？死なないかな。お、なんか無抵抗だ。よっしゃー、いったー。エージェント、脅威を排除したそうだな。なんかいろいろゲット。あ、所持品満杯。大変大変、なんか協力してくれた人がなんかいろいろやってるけど、ごめん、見る余裕がない。よくやった、エージェント。水門を爆破されていたら重要な供給線が失われていた。これでベニテスには警備棟に戻ってもらえる。そこで会いましょう。いやー、よかった、終わって。あと何分？11分。割と余裕はなかったね。てか今まで一回も入ってきたことなかったのに、なんで今回こんなにたくさん入ってきたんだろう。わからん。エージェント、胸くそも悪くなる映像を見つけた。あのボートどもはまるで獣だ。ダウが見れるようにアップロードしたそうだ。まあ、あー、証拠、証拠見ようか。じゃあ、まだ終わってる。やばいだろこれ。絶望しかない。開かない。ああ、ああ、これはひどいな。まずいな、連絡だ。こちら車両24、車両55を確認。
これもひどいことになるんじゃないの。後ろから来てる。行くぞ、急げ。管理官、こちら車両にいよう。現在この余裕。管理官、こちら車両にいよう。こちらは今応援を。悪い奴らだな。基地で話しかける余裕あるかな。なんかアイテムがある。あれ登れないな。これか違う。ん、ダメだな、よくわかんない。まあ、とりあえず帰りましょう。繰り返します。フェーズ1は成功。流れも安定してるし、タンクも大丈夫です。了解。ファストトラベル。いや、一回全滅したとき、全滅じゃない。JTF の爆発物処理班の人が死んだときはもうダメかと思ったね。7分半。これほっといちゃっていいのかな。入ってくれた人、入ってくれた人というか、まあ、遭遇した人。まあ、いや、とにかく話をしよう。どうも。誰なんだ。誰なんだって言った。あ、ここが。ちょっと来て。ベニテス隊長がコーヒーまで見つけたわ。カーマンの店を通りかかった時にな。前コーヒー飲みたいって言ってる人がいたよ。俺たちの守備範囲はミッドタウンからローアーマンハッタンだ。俺たちを含めて誰も島から出られないからな。現状最大の問題点は人手不足だ。現在のところこの近辺の大半は犯罪分子が占拠し支配している。ライカーズにクリーナーズ、ギャングども、1ブロックの確保もできず、秩序や治安すら保てていない。止められる人間がいないから、クズどもは野放し状態で好きに物を奪い、好きに人を殺してる。じゃあまずはこの辺を片付けなきゃいけないのね。住民が食料と医療援助を受けられるように。そうだが、心は悪党だらけだ。あんたらの力だけじゃ到底手に負えるとは思えないな。悪気はない。だが狼に餌を与えるようでな。狼は私たちよ。お、それ PV で聞いたぞ。そうか。そういうことならもっと狼を送るとディビジョンを説得した方が良くないか。当面はこれ以上送れない。町の奪還を連邦捜査官に頼むとはな。かっこいい。何か情報が届いたら真っ先に知らせる。幸運を。幸運を。で、まあ今までやってきた通り、これでこれかな、この状況分析室。素晴らしい。こいつが設置されたことでかなり心強くなった。うん。オッケー。で、もう一個ぐらいいけるんだな。200ポイント。あ、でもこっちのなんかやつの方が強いのかな？防衛塔で高性能武器ショップが解除される。高性能武器ショップ。あ、これ目指そうじゃあ。あ、これも欲しいけどね。経験値 25% 上昇。でもこっちかな。今320ポイントだから、あと180ポイント。とりあえず、防衛塔系のミッションを終わらせよう。で、サーバー終了まで4分45秒なんで、ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。